ドモジェネシスはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のラッパー DJ である。タイラーザクリエイター率いるヒップホップグループオッ d フューチャーのメンバーでホッチービーツ、レフトブレインと共にメロハイとしても活動していた。現在はソロアーティストとして活動している。2009年にオッ d フューチャーに加入。2010年初のソロミックステープ。 ローリングペーパーズをリリース。2013年にはメローハイとしてアルバムメロハイをリリースする。2016年デビューアルバムジェネシスをリリースした。LA のライブでのどうもジェネシス2009年半ば、タイラーザクリエイターと仲が良かったことからヒップホップグループオットフューチャーに加入。2010年8月30日ミックステープローリングペーパーズでデビューする。 2011年9月20日、2作目のミックステープ、Under the Influence をリリースした。2012年2月9日、ウィズ・カリファーとの楽曲、グラウンドアップをリリースする。同年、ドモジェネシスは、オッドフューチャーのコメディ番組、ロイタースクワットで、テレビデビューを果たす。7月31日、アルケミストとのコラボミックステープ、ノーアイドルズをリリースした。 2013年10月31日、メロハイとして、メロハイプとのコラボアルバム、メロハイをリリースする。2014年11月5日、ミックステープ、アンダーアッツアインフルエンスにをリリースした。2016年3月24日、デビューアルバム、ジェネシスをリリースする。2017年6月16日、ミックステープ、レッドカローラをリリースした。 2018年1月19日ミックステープアーンとユーグラットユーアーユーをリリースするスタジオアルバムありがとうございます。